いらっしゃいませ。ニューレディの肉のコーチ肉よです。本日のご質問は、ボーナスが出る前に退職の意向を示すとボーナスの査定に響くというのは本当でしょうか。わかる、響くと思います。本来はそういうのと関係なく会社の利益への貢献度でね、測られるべきだと思うんですけども、夏と冬のボーナスというのは、定期賞与ということなので、これからの会社の貢献への期待も込みで払われているというのが現実です。私も何度か転職をしたことがあるのですが、いずれもボーナスが出た直後に申し出をしました。外資系の特に営業系なんかだと賞与の規定が別途あって、契約で決まっているので関係ないと思うのですが、そうでないのなら上司の評価というのは必ず入ってきます。上司としては退職者を自分のところから出してしまうというのは自分の評定にも関わってくることなので、自然とボーナスの査定に影響が出てくるのではないかと思います。つまり、やられたらやり返す、倍返しだということですかね。ちなみに肉よは今フリーランスなのでボーナスがありません。誰か肉よにもボーナスをください。お願いします。以上、こんなん出ました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。またねー。